アメリカをこんな大国まで育ててくれた伝統的な価値観、社会を守らないとアメリカ自体が崩壊してしまおうじゃんと、こういうふうに考えています。一方、リベラルな考えはプログレッシブ、先進的とも呼ばれているぐらい、社会が進化変身するものだと考え、結局国民の分裂をわざと煽る、このこと自体が選挙作戦なんです。こういうふうに仕組みとアイデンティティの相乗効果が今のアメリカ政治を作ったものだと僕は分析しています。アメリカは不自独立国家である州の集合体であって、州の力が大きいという話をしました。で、三権分立のパーツを見て、議会、大統領、最高裁、それぞれの権限と選ばれ方を説明しました。さあ、今回はその仕組みにアメリカ人の政治的なアイデンティティや国民性が乗っかるとどうなるのかを考えたいです。前回紹介した通りに、仕組み自体はちょっと変わった特徴はありますけど、だからといって今の不思議に思われているようなアメリカ政治の現状になっていく必然性はなかったでしょう。例えば同じガスコンロで美味しいお鍋が作れる人もいれば、やけどする人もいる、火事を起こす人もいる、ツールは使う人次第です。政治的な仕組みもそう。さあ、政治は国民性を反映するものだから、アメリカの政治を理解するならアメリカの国民性を検証しなきゃいけないということで、まず忘れていけないのは、アメリカは経済的な自由、宗教や思想の自由を求めてヨーロッパから大西洋の荒波を渡った人たちが戦争まで起こして王国から独立して生まれた国です。その歴史の影響は多分皆さん思ってるよりもアメリカ人のマインドの深いところまで浸透してるんです。で、今でも弾圧されてないのか、権利を踏みにじられてないのか、また革命を起こさなくていいのかと常に目を見開いて体制を見つめてるし、周りとそういう議論を毎日のように繰り広げてるんです。もちろん宗教的な話、政治的な話は避けるべきだと、これがマナーだとアメリカでも言われますが、そんな話すぐしちゃうの。クリスマスディナーという宗教的な集まりでも食卓を挟んで政治な議論が激しくなり口論になるというのもアメリカのあるある。親が焼いた美味しいターキーを食いながら子供が親に食いかかる、一家団らんが一家反乱になる、そういうことも多々ある。僕の家族は5人兄弟なんですけど、3人がゴリゴリのリベラル、左ね、2人がゴリゴリの保守、そしてそれぞれに子供とか配偶者とかついてくるから、この議論の勢力図がはっきり分かるんです。トランプ政権の時はお父さんが食卓で議論禁止って命令を下すまでは本当に激しかったです。結局議論禁止令が下ってから話題がなくなって、コロナの前なのにみんな黙食してたんですよ。そういう家庭は珍しくない。さあ、世論調査によってちょっと数字は変わりますけど、ギャラップ社によりますと、あなたは政治理念どっちですかと聞くと、保守と答えるアメリカ人は 35% 前後、リベラルと答えるのは 25% 前後、中道と答えるのは 35% 前後。大事なのは、わかんない答える人は 2-3% しかいないんですよ。みんなはっきりわかってるんですよ。ではアメリカでいう保守とリベラルの違いを少し見てみましょうか。この2つが分かれば中道派も分かるから、これだけでいい。ちなみにこれから紹介するのは学問的な分析というよりも一般的な理解です。実は学問的な専門用語で言うと保守とリベラルは反対用語ではないんですよ。しかしクリスマスディナーを見て分かる通り、日常生活上では国民の間は正反対に感じている方が多いんです。そんな感じで紹介しよう。まず少し簡略的に基本的なスタンスだけを伝えると、保守は小さな政府が好き、小さな政府を求めて
個人も企業も自由に活動できる方が個人や企業の有益だけではなく国益につながるぞと思ってるわけですね。政府に干渉されずに活動できた方が個人の幸福も元気な国家も獲得できると考えてるわけ。だから自由を制限したくないから規制は基本的に反対です。税金はなるべく低く抑えて政府の職員の数も機関も減らしたい。で、そのお金や人材は政府ではなく自由なマーケット市場に回した方が活気が出る。個人は自由に活動できる。その代わりに個人の成功個人の幸福は個人の責任です。政府に頼ってるんじゃねえよ。で、実力主義でいくから政府は邪魔するなとも言う。こういうスタンスです。保守派の代表格レーガン大統領がその考え方の真髄を就任演説ではっきりと表現しました。政府が問題を解決するのではない、政府自体が問題だと。分かりやすいね。一方、左のリベラルな皆さんはこの発言に突っ込みたくなる。彼らは問題を解決するために政府が存在するでしょうと思ってる。賢い政策が国民の生活をも結局国民の自由をも支えるものだと考えてるんです。だから安全性平等性などを保障するためには規制が必要だと考えてます。さらに病人高齢者低所得者失業者労働者などなど社会的弱者を守ることも温暖化対策などをとって社会全体を守ることも政府の責任だとするわけですね。保守派は実力主義だと言ってるところ、リベラルはいやいくら実力があっても公平な社会や経済がないとそれは発揮できないだろうと反論するわけですね。で、その公平性を作るのも政府の仕事ですと。さあ、この考え方が経済や税制においてそれぞれの好みの政策が分かりやすいです。保守リベラルで見ると規制緩和いや安全基準の強化規制でいい、福祉、制度の抑制いや拡大してみんなを支えよう、格差あってもいいから資産を守ろう、いや格差を是正しようか、自由貿易を保護貿易を労働者を守ろうよっていう、こういうスタンス、まあ基本的な考え方から考えれば分かりやすいよね。これがクラシックな考え方です。近年はちょっとこの分け方が難しくなってズレができてるんですよ。それについては次の動画で説明しましょうか。今のは主に経済においてのスタンスですが、実は保守リベラルにはもう一つの局面があるんです。それはソーシャルイシュー社会問題においての違いです。基本的に言うと保守派は基本的に古き良き社会を守りたい、伝統的な家族ジェンダーロール歴史的な人種の構成アメリカ創立時代から主流として続いてきているキリスト教の文化などなどを守る、アメリカをこんな大国まで育ててくれた伝統的な価値観社会を守らないとアメリカ自体が崩壊してしまおうじゃんと、こういうふうに考えています。一方リベラルな考えはプログレッシブ先進的とも呼ばれているぐらい社会が進化変身するものだと考えています。家族の構成やジェンダー概念も国民の人種構成も宗教も文化自体もどんどんシフトしていい、むしろいろんな革新を進めた方が幸せな国民健全な社会へとつながっていくと考えているんです。一周別で見るとこんな感じです。さあ保守リベラルというと自分が選挙に勝つ方が国民のためだからいいよと主張する政治家もいるかもしれません。でもこれはファンに人気のアスリートが試合に勝った方が盛り上がるじゃんという主張と一緒じゃん。素敵レースでもいいと思ってる人ならいいですよ。でも僕は政治は実力で真っ向勝負する公平なスポーツにしたい、そういう理念です。